はいえー、15万人ほどの小さな市の中で自宅サロンを開業し、を目指しています。人口の割に個人サロンさ際、店舗サロンが多いとい感じですが、全体的に価格が低めです。サロン開業の価格設定の際、他のサロンと価格と自分の設定なのとで、えー、迷っています。あ、プライシングはね、難しいですよね。えっ、ー、と、でも、地域性は絶対にね、あのー、見といた方がいいので、やっぱり価格が低めってことは、もちろん、僕は上げた方がいいと思っています。価値。ただ、その時に、 他との違いをちゃんと示せるかどうかっていうのがすごく大事で、他と一緒のように映っちゃったら価格勝負になるので、勝てないんですよ。だからやっぱり大事なのは、えっ、ー、と、ブランディングなんですね。このブランディングができるとメリットがめちゃめちゃあって、まずね、選ばれるんですよ。ブランドってそもそもが、えっ、ー、と、選択とか、あえっ、ー、と、識別とか区別するっていう意味なんで、やっぱりね、あのー、こう、 他と違いますよっていうのをね、ちゃんとね、分かってもらえたら、価格高くても来てくれるんですよ。だって他で受けれないから。でも、普通のアロマトリートメントです。他との違いは特に、あの、書いてないです。分かりません。とか、自分のブランディングができてなかったら、え、どんなセラピスト働いてんのあ、まあ、なんかそ、そこら辺にいるセラピストさんだよって感じになっちゃうと、えっ、ー、と、その価格に合わせないときついです。だって、他との違い分からなかったら、A 点がね、90分1万円、B 点が90分8000円、 で、ホームページも同じような感じ。え、セラピストも特によくわかんない。同じような感じとかだったら、あ、じゃあ安い方に行こうってやっぱなってしまうので。ただ、例えばもしそれが A 点が1万円で普通のような感じ。B 点が1万2000円だけど、ここでしか受けれないようなトリートメントの技術を持っているとかね。えー、その、新しい、じゃあエステだったらマシンがあって、もうブランディングとしてそのマシンの特化したとか。まあ、例えば、んーと、 で、それこそ、じゃあ、食いしばりに特化した。まあね、明日ね、ちょっとね、コラボレーション出していくんであの、食いしばりに特化したってなれば、食いしばりの人はちょっと高くてもそっち行きますよね。だってこっち普通のサロンだったら。とか、あの、やっぱりその中で自分が武器を持ってて、他との違いをちゃんと示せれたら、価格は高くていいんですよ。なので、価格設定するときに、その、他より、 その差別化がちゃんとで、きててるんであれば必ず、えー、ちょっと高めにしてくださいでこれ結構ね、最初不安なので、同じぐらいか同じぐらいよりちょっと上ぐらいにしかならないんですけど、あのもうね、いっちゃっていいと思います。最初はやっぱりこうね、ドキドキすると思うんですけど、ちゃんとできてれば言っていいです。ただ、ちゃんとできてないんだったら、うーんと価格勝負す,するしかなくなっちゃうんで、同じぐらいの価格帯になっちゃうのかな。 でえー、と差別化できる武器ブランディングができてきたら、えー、どんどん上げていくといいと思いますか先にもうブランディング作っちゃうとかね例えば自分だったらスクールなんですけどえっ、ー、とねコロナに入る前に比べたら、えー、コロナ入ってから値上げしてるんですよねブランディングちゃんとね SNS とかも更新して僕はブランディングをやったからこそ値段上がった方が来てくれました、えー、価格をてくれました 22万円、まあマックス、一番高いところで22万円スクール料金上げたんですけど、一番その高いところが一番ね、来てくれるっていうのがあったんで、やっぱりね、あの、ブランディングができてると、高単価もできるし、継続性もあるし、えー、選ばれるので集客にも困らなくなるし、なんなら広告費いらないですよね。あのー、価格勝負になってくるとお金出してホットペッパーで上にしようみたいな、上じゃないと来なくなっちゃうからね、上から選ぶとか、えー、水曜対策でお、あの会社でお金払おうとかってなっちゃって、お金かかっちゃうから、 気をつけてくださいなので科学はブランディング次第で変えていきましょう。はい